本日はお忙しい中、主催外務省国際協力機構、JICA、公演読売新聞社 NHK による国際協力60周年記念シンポジウム、成長と貧困撲滅、日本の ODA に期待される役割にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。本日の司会進行を務めさせていただきます、外務省国際協力局で審議官を務めております、豊田と申ししますよろしくお願いいたします。 本日のシンポジウムでございますが前半に2つの基調講演休憩を挟みまして後半にパネルディスカッションを予定しておりますまず基調講演1におきましては国際協力60年の総括と ODA 対抗の見直しと題しまして岸田文雄外務大臣より行っていただく予定でしたが急遽入りました 重要な国会に手等の都合でご到着が遅れるとのことでございますこのため中根和幸外務大臣政務官に岸田大臣の基調講演を代読いたします基調講演にではポスト2015年開発アジェンダと題しましてヘレン・クラーク国連開発計画 UNDP 総裁より行っていただく予定でございます その後、休憩を挟みまして、14時より、道電愛子、NHK 解説委員にモデレーターになっていただき、日本の国際協力と期待される役割というテーマで、パネルディスカッションを行っていただく予定でございます。パネリストには、デル・ロザリオ、フィリピン共和国外務大臣、マイケル・カマウ、ケニア共和国運輸インフラ長官、ジョン・ペイジ、ブルッキングス研究所シニアフェロー、 田中昭彦ジャイカ理事長の4名の方々にご登壇をいただきます各登壇者の略歴等につきましては受付時にお配りした資料に入っておりますのでこちらの方をどうぞご覧いただければと思いますなお本日は日英同時通訳にて進めさせていただきますお,お手元にありますレシーバーの1番が日本語2番が英語となりますので どうぞお確かめいただきたいと思いますそれでは基調講演に入りたいと思います国際協力60年の総括と ODA 対抗の見直しと題しまして中根外務大臣政務官より岸田外務大臣の基調講演を代読いただきますそれではよろしくお願いいたします ただいまご紹介いただきました外務大臣政務官を命しております中根和之です岸田外務大臣から文書を預か,り預かってまいりましたのでただいまから代読をさせていただきます本日は国際協力60周年記念シンポジウムにご参加いただき誠にありがとうございます特にクラーク UND 総裁デル・ロサリオフィリピン外務大臣カマウケニア運用インフラ長官には 本シンポジウム出席のため訪日いただきました心から歓迎するとともに感謝を申し上げる次第ですさて今年我が国は ODA を開始して60年の節目を迎えました私は今年の3月日本記者クラブで11年ぶりに ODA 大綱を見直すことを発表いたしましたそのの背景にあるのは ODA をめぐって国内外で大きな変化が生じており、ODA に求められる役割も変わっているということです。1954年に我が国が ODA を開始してから今日まで、190カ国地域に対する ODA を通じて開発途上国の安定と繁栄に貢献して貢献してまいりました。このことは開発途上国との関係の強化。 日本のの存在感の向上につながったわけでありますしかしながらアジアアフリカ中南米の経済発展に伴いこの10年開発途上国に流入する資金で ODA の占める割合が4割から2割弱まで低下し代わりに ODA の3倍近い民間資金が開発途上国の開発に大きな役割を果たすようになってきております。 日本の ODA 予算も厳しい財政事業の下、年々減少し、当初予算では一時期の半分以下にまで落ち込んでしまっております。このような中、今後の日本の ODA の在り方をもう一度見つめ直そう、そう思って、今回の ODA 対抗見直しの議論をスタートしたわけでございます。本日は、この問いかけに対する私自身の考えをお話ししたいと思います。 この60年間、我が国の ODA が最も重視してきたことは、開発途上国に一方的な援助を行うのではなく、同じ目線に立ち、共に汗をかきながら、開発途上国とその国民の自助努力と自律的発展を促す協力を展開することでございます。私自身、外務大臣に就任以来、この1年と10ヶ月、世界を駆け巡る中で、 日本の ODA の現場を目の当たりにしてきました昨年11月にインドを訪れた際は東京メトロを超えようとする規模のデリーメトロに試乗しました2002年に運行を開始したこの地下鉄は総事業費の半分以上が日本の円借款によって賄われておりますしかし日本の援助は単なる資金提供にとどまるものではございません 日本企業やコンサルタントが地下鉄の車両導入、線路や駅の建設、施工管理などに参加し、安全運転や車両の維持管理などの技術協力も行いました。インドの関係者によれば、日本人スタッフから安全性を重視し、質を維持し、納期を守るといった考え方の重要性を現場で学んだことで、意識改革、 またたたワークスタイルの変化がもたらされたそうです納期という言葉がえ同僚の間で愛用されるまでになったというお話も伺いました障害者や女性にも使いやすいこの地下鉄は今では毎日200万人以上もの人々に利用される市民の足として定着し生活の質を変えました人づくりは国づくりの根幹これは 我が国が開発協力を始めた頃我が高知会の大先輩である池田駿総理が掲げた考え方です我が国はこの考えのもと、戦争の怪人から人材をほぼ唯一の資源としてアジア初の先進国になった経緯を踏まえこのデリーメトロの例が示すように開発途上国と同じ目線に立ち人々人から人へ 去る8月にベトナムを訪れた際も日本への期待と信頼が本当に大きくなっていることを実感いたしました今年ベトナム人に最も信頼できる国を聞いたところなんと46%が日本を挙げ断トツの1位であります他の ASEAN 各国でもほぼ全ての国において日本が 最も信頼できる国と評価されておりますこうした信頼の背景には我が国が人と人とのつながりを大事にして地道な協力を行うことを通じてきた通じて築いてきた友好関係があることは疑いの余地もありません我が国は国際協調主義のに基づく積極的平和主義の考えのもとにこれまで以上に 世界の平和と安定及び繁栄に貢献していく決意を表明してまいりました。ODA を通じた非軍事的な協力により、国際社会の平和と繁栄に貢献してきた平和国家としての信頼と実績に基づき、積極的平和主義を実践していく考えです。この際の際軍事的用途や 国際紛争助長への使用を回避するこの原則は今後も堅持してまいりますそしてもう1点人間の安全保障という観視点から一人一人を恐怖と欠望から解き放ち個人の豊かな可能性の実現を図ることが大切ですこの考え方は我が国が開発協力を展開する上での根底にある理念となっております 私は平和国家として長年の歴史の中で培ったこれ,からのこれらの考え方と経験こそこれからの我が国の開発協力を支えていくものと考えておりますそれではこれからの時代の日本の ODA にはどのような意義がありどのような役割があるのでしょうか先ほど申し上げた通り先進国から 開発途上国に流入する民間資金はすでに ODA を大きく上回り開発途上国の成長にとって重要な力となっておりますでは ODA はもはや不要なのでしょうか私はむしろそのような時代にこそ単なる資金の提供ではない日本らしい ODA が果たすべき役割があると考えております 第一にとしての o の ODA 役割です開発途上国が貧困を撲滅し事実的発展を遂げるためには民間主導の力強い成長が必要です。早くも1960年代からアジアを中心にインフラ整備や人材育成をはじめ経済成長を促す ODA を実施してきた我が国そしてアジアの成長の経験に 照らせば成長なくして持続的な貧困撲滅はありえません ODA は成長を民間が主導する形で機能に乗せる職場の役割を果たしますしかし経済成長だけでは格差が拡大したり社会的に弱い立場にある人々が取り残されてしまう恐れがありますそこで質の高い成長が重要です 質の高い成長とは成長の果実が社会全体に行き渡り誰一人取り残されないという意味で包摂的でありあること地球環境の悪化を認識し限りある資源を踏まえ社会経済環境の3つの面で持続可能な開発を実現することそして経済危機や自然災害紛争等各国が 直面するさまざまな脅威に対し、えー、強靭な社会を構築すること、この三つの要素を兼ね備えた成長であります。これからの ODA にはまず民間投資を呼び込むための植培、そしてさらに民間投資を質の高い成長に結びつけていくための植培としての役割が重要だと考えております。 アセアン地域には共同体構築に向けた連結性の強化を含む膨大なインフラ開発の需要があります。日本は ASEAN 各国との対話を行いながら官民パートナーシップ PPP による事業の展開も含めより効果的に民間資金が動員されるよう ODA を活用していく考えです。本日はケニアの 構う運輸インフラ長官もお越しでございますが昨年6月のティカット5で日本は質の高い成長の実現を5年間の開発目開発目標に掲げましたケニアとウガンダを結ぶ北部回廊を含む成長回廊の整備もその目的に資するものでありますまた環境社会にも配慮した最先端の技術とアイデアによる インフラの質の追求等により質の高い成長を実現していきますその際 ODA だけではなく他の公的資金さらには民間企業や NGO 地方自治体大学等とも連携したまさにオールジャパンの協力が重要だと考えておりますこうした皆さんとともに開発協力に取り組んでいくことは 草の根レベルの人と人との交流、ひいては世界との友好関係の強化にもつながっていくはずです。第二に平和,の平和で安定した社会のための ODA です。質の,質の社会高い成長を遂げるためには、その前提として一人一人が安心して経済社会活動に注力できる環境が不可欠であります。我が国は、 平和構築をはじめ平和で安定した社会の実現のための支援を行ってまいりました特に約10年にわたり積極的に取り組んできたフィリピンのミンダナオ和平支援はその恒例ですデル・ロサリオ大臣と協力してフィリピン政府の進めるミンダナオ和平合意の実現を支援してまいりますまた 安定したた社会を実現するためには自由や民主主義基本的人権の尊重法の支配といった普遍的価値が確保されることが重要ですそのような観点から我が国は法制度の整備支援ガバナンス支援等に今後もより一層積極的に取り組んでいく考えであります日本の支援の良さは資金だけではなく 人が動く、技術が動き、倫理や習慣が動き、中長期的に地域の、そして国全体の在り方を非援助国とともに形作る、そのようなことを実現してきたことにあると思います。最後に、しかし決して忘れてならない、人間の安全保障のための ODA です。グローバル化の進展に伴い、環境、気候変動、 自然災害感染症等もはや一国のみでは解決できない問題が山積みし特に開発途上国の貧困層に深刻な影響をもたらしております人類共通の脅威の克服のために努力し合うことはどの国にとっても望ましい共通の利益であり我が国として真摯に取り組むべき課題です グローバル化に伴う課題はポスト2015年開発アジェンダをめぐる議論でも重要なテーマでございます。ご同席のクラーク総裁の UNDP をはじめとする国際機関とも連携しながら、保険分野ではユニバーサルヘルスカレッジの推進、女性の地位の向上、そして来年3月の仙台での第3回国連防災世界会議での成果も踏まえ、 防災の主流化の促進等に向けて積極的に貢献していく考えであります。そこでも ODA の ODA は重要な役割を果たすことは間違いないでしょう。以上のような考えに基づき私は11年ぶりに ODA 大綱を見直し新たな開発協力大綱を策定することにいたしました。かつてクラーク総裁は ニュージージランド首相に在任中世界の国々は未来に向けた競争の途上にいるその競争で競う,合うには深い戦略性を持ち正しい政策を推進し投資をすることが重要であるとたびたび述べられていたと疑って伺っております世界が大きく変動している今の時代にこそ未来への投資である ODA には 果たたすすべき新たな役割がございますそのためには60年の歴史を有する日本の ODA の良き伝統を踏まえつつ質量とともに充実を図りながら日本と世界の平和と繁栄のため時代の求める役割を果たせる ODA にしていかなければなりません開発協力大綱は国際社会の責任ある国家として 日本ののの開発協力の進むべき道をきした羅針盤となるものです本日のシンポジウムを機にこういった日本の ODA が国際社会で果たす役割が目指す方向性について皆様に活発に意見を交わしていただくとともに私の申し,上げ申し述べた基本的な考え方についてご理解とご支持を賜れば幸いです。 ご清聴ありがとうございました以上大徳です中根大臣政務官どうもありがとうございました、えー、ここで皆様にお知らせがございます記者、えー、大臣におかれましては、えー、もう少しで。 え会場に到着されるとの連絡が入りました。到着され次第ですね、えー、皆様にご挨拶を行っていただきますので、えー、ほんの少しの間でございますが、このままお待ちいただければと思います。あの大変恐縮です。大臣におかれましてはあの到着されましたので、えー、ここで、えー、岸田大臣から。 え皆様にご挨拶をいただきたいと思います。えー、それでは岸田大臣、よろしくお願いいたします <laughs>、えー。大変遅れてまいりましてご無礼いたしました。あの外務大臣の岸田文雄でございます。えー、まあ本日はあの国会におきましてこの重要法案のこの審議がありまして。 遅れての参加となりました、心からお詫びを申し上げます、そして、ただいま私が今日スピーチさせていただくこの内容につきましては、中で外務大臣政務官からご紹介させていただいたことと存じます、併せて私からもひ一言ご挨拶を申し上げさせていただきたいと思いまして、 駆けつけさせていただいた次第でございます。あの今年で日本の O.D.A. もまあ60年を迎えることとなりました。日本のまあ O.D.A. がこれまで果たしてきたこの役割につきましては、この大おおなものがあると自負しているところでありますが、日本も そして日本を取り巻く国際環境もこの60年いやそれどころかこの10年だけ取りましてもこの大きくこの変化をいたしましたこの変化の中にありましてこの ODA 自身もさらなる進化を遂げそして内外からの大きな,答えに大きな期待に応えていかなければなりません。 この度び、11年ぶりに ODA 対抗を見直すということになった次第ですが、その理由は今申し上げたところにあります。新たなこの開発協力対抗の案におきましては、政府だけではなくして、民も含めたオールジャパンの協力を目指すとしております。また 我が国からの一方的な援助ではなくして、対等なこのパートナーシップに基づく協力関係の強化を目指すとしております。まあ、あの新たな対抗は、この平和国家、日本が目指す。この開発協力のあり方の、まあ、決意を示すものであると考えております。あの、本日のまあ、シンポジウムに。 おきましても皆様のご意見ですとか様々なご指摘をいただきこれからの時代にふさわしいこの開発協力対綱を作成していく一助とさせていただきたいと思っておりますぜひ本日のシンポジウムにおきましても活発な議論そして貴重なこのご指導をいただきますことを私からも心からお願いを申し上げまして 一言ご挨拶とさせていただく次第でございます改めて、えー、今日のご政会をお祝いし皆様方のご協力に感謝申し上げますありがとうございました岸田大臣どうもありがとうございました 続きまして二つ目の基調講演に移りたいと思います ODA の役割とポスト2015年開発アジェンダと題しましてヘレン・クラーク国連開発計画総裁よりご講演をいただきます1999年から2008年よりまでニュージーランド首相も務められておりましたヘレン・クラーク総裁ですが2009年4月に 国連開発計画 UNDP の総裁に就任されました UNDP 総裁といたして今までに12回訪日されておりますポスト2015年開発アジェンダあるいは人間の安全保障の推進等重要開発課題における日本と UNDP の連携強化に多大な貢献をされてきたところでございますそれではヘレン・クラーク総裁よろしくお願いいたします Mr. Nakane, the Parliamentary Vice Minister of Foreign Affairs, uh, Secretary Del Rosario uh, of Foreign Affairs in the Philippines, uh, Minister Kamau of uh, Kenya, uh, President of JICA, Professor Tanaka, Excellencies, Ladies and Gentlemen. And very nice to be back in Japan again for this very important anniversary, the 60th anniversary of Japan's Official Development Assistance Program. Dating back to when Japan joined in as a partner in the Colombo Plan, and that's also a very big date in the evolution of my own country's official development assistance. Over the past six decades, we've all seen Japan as a leading actor in international development cooperation. It has advocated for it, it has had a very strong commitment to global partnerships for development. And it has been one of the world's major providers of official development assistance. Indeed, there was a decade there in the 90s when Japan was the world's largest donor nation. If we go back to 1954, the program began with technical cooperation and with supporting infrastructure projects in developing countries. And over time, it evolved to its current emphasis. On providing assistance based around the principle of human security, of which Japan has been such a great champion. And we see the quality, uh, the reach, and the focus of Japan's ODA being a very important driver of development at the global level and for many uh, countries. Of course, a lot has changed in our world in the past 60 years. And a lot of critical milestones have been reached in international development, not least as a result of global partnerships around the Millennium Development Goals over the past 14 years. And we saw those goals widely embraced as global priorities, setting out as they did to tackle extreme poverty and hunger, protect the environment, expand education, advance health, gender equality, and women's empowerment. And foster those important global partnerships for development. We've seen significant progress towards a number of these targets. There are at least 900 million fewer people living in extreme poverty today than there were in 1990. On average, around the world, boys and girls are attending primary schooling in roughly equal numbers, and levels of infant and child mortality have reduced significantly. We see Japan's strong commitment to action in areas from poverty reduction to health, education, and agriculture all playing a very important role in driving the global achievement on the MDGs. And at UNDP, we're very proud to have been a long term partner of Japan on the MDGs and in many other ways. Those other ways include the partnership we've had from the beginning. In the Tokyo International Conference on African Development, TCAD. As a co-organizer of TCAD, UNDP is currently very committed to the Yokohama Action Plan, working with Japan and other partners to promote inclusive and sustainable growth in Africa, build resilient nations, and human security. I'd also note that for almost 20 years, Japan has been a wonderful partner to UNDP's program of assistance to the Palestinian people, providing support for our work there across governance, poverty reduction, the environment, and infrastructure. And then we also partnered in NERICA, the New Rice for Africa project. Promoting sustainable rice production in more than 30 countries in Africa. It began as a bilateral technical cooperation initiative in the late 1970s, and we've been part of the partnerships which have scaled this up to become a major triangular and south south cooperation effort. Of course, despite the very strong commitments by development partners like Japan. And despite the important progress we've seen on the Millennium Development Goals, there are many critical development challenges out there, and new ones emerge. It's well established that progress has been uneven within and across countries, with many poor and vulnerable people being left out of development gains. Of course, the MDG targets, which were set for the end of next year, did not aim to eradicate extreme poverty and hunger, but only to halve the proportion of the world's people living in those conditions. And that means that a great many people, around a billion people, still experience serious deprivation in their daily lives. We also see development progress often held back and even reversed by natural disasters or by conflicts. Or by other serious turmoil in societies. We know, however, that disaster risk reduction, conflict prevention, and recovering from disaster have long been a key part of Japan's development assistance, and that many countries have greatly benefited from Japan's unwavering commitment to building resilience in the face of these big challenges. We've been proud to work alongside Japan in many of these efforts. For example, the work we do in the difficult operating environments of Afghanistan, Somalia, the occupied Palestinian territories, Iraq, and Syria. The transition support we've been able to give to a number of countries in the Arab states region, focusing in areas like transitions in governance and youth employment, has been very much assisted. By Japan. And then we've been able to give post disaster emergency response and early recovery support in countries recovering from natural disasters in this region and not so long ago in the Philippines from Typhoon Haiyan. So we're very much looking forward to Sendai in March next year when Japan will host. The third UN World Conference on Disaster Risk Reduction. And we think it's important that we try to get a theme running through next year's major development debates and events. Starting with Sendai in March on Disaster Risk Reduction, which is about building resilience and being able to lock in development gains. Moving through to the major uh, conference, third uh, international conference on uh, development finance in Addis Ababa, then to what we hope will be leaders able to agree on the new post 2015 Development Agenda and Sustainable Development Goals, and through to the end of the year, we hope a new global climate agreement. and i think announcements of recent times, uh, mr. abe's very significant announcement about climate finance, very big announcement from the presidents of the united states and china, are very important in making that climate uh, announcement possible. i think it's also good news that this post-2015 agenda is set to be a bigger, bolder, and more transformational agenda than the mdgs were. The member states of the United Nations have already agreed that this should be a set of goals which is universal in nature, applying to all countries, taking account of differing national circumstances and respecting national policies. And they've also said that it should promote peace and security, democratic governance, the rule of law, gender equality, and human rights for all. I know that will resonate very much in Japan. The role of official development assistance will be important for implementing the post 2015 goals, in particular for many of the low income countries and the small island developing states. And commitment to official development assistance is also very important in building trust and confidence in the negotiations around the goals. But I would underline that compared to implementation of the MDGs, this next global development agenda will also be a lot about making good policy choices. And we know that ODA these days is dwarfed by domestic resource mobilization, funding flows from trade, investment, and also from remittances. So, it is important, as the Parliamentary Vice Minister stressed, that ODA is very catalytic in enabling these other flows of finance to make their full contribution to development. And all these issues will be able to be discussed at the conference in Addis Ababa next year. Let me briefly outline four key principles which we think at UNDP are vital to making the most. Of official development assistance in the new development uh, agenda. Uh, the first is around building partnerships. We have a very crowded global development landscape, and it's important to strengthen the existing partnerships and build new ones because often development assistance efforts are very fragmented, and that places a big burden on developing countries. We also are looking for much more policy coherence on development. Across issues from trade and migration to taxation and greenhouse gas emissions reduction. We see Japan's ODA as having long been used in ways which bring together a wide range of partners. Take, for example, the TCAD process, which has brought together contributions from Japan's neighbours in Asia, Africa, traditional the bilateral partners of africa international organisations like my own the private sector and civil society tcad has set out to build and support all these kinds of partnerships and another relatively new one which we're also privileged to be involved in is japan's global health innovative technology fund bringing public and private sectors together to help bring new health technologies and treatments to the world's poorest people. Second major principle ensuring national ownership. Development priorities for a country need to be defined by the needs of that country itself. And while aid can be catalytic, as we underline today, sustainability is only achieved. When the national capacities and systems and institutions are strengthened and the national ownership is strong. We see Japan as having consistently demonstrated its own commitment to national ownership by investing in very close dialogue with developing countries as they identify their own priorities. And we think that's also reflected in TCAD's twin principles of ownership and partnership, so fundamental. To TCAD's success. It's also been at the centre of other Japan UNDP collaborations, for example, the Japan funded Africa Adaptation Programme on Climate Change. Japan has been very willing to share its own experiences and expertise with others in ways which build capacity. We understand that over the past 60 years, more than 100,000 Japanese professionals. Have gone out to developing countries to help strengthen national capacities. And over half a million professionals from developing countries have come here to Japan to learn and exchange experiences too. Third principle people centered approaches to development. Under the guiding principle of human security, Japan has been a huge champion of this. And it's an approach that's very relevant across our work, from that on poverty reduction and food security to the rule of law, citizen security, human rights, conflict prevention, gender equality, youth empowerment, climate change, the whole range of issues. We see human security uh, as sharing the same core principles as human development, the paradigm within which UNDP has worked since 1990. Japan has been the major contributor to the United Nations Trust Fund for Human Security. And UNDP is the largest implementer of projects financed by that fund. And the beauty of the fund is it says UN agencies must come together to access the funding. And we have very uh, good examples of that. Uh, in a number of countries, I was most recently in Uzbekistan, where five UN agents have, have been supported by the funding from the Human Security Fund to work on the issues around the Aral Sea. Fourth principle inclusion and equity, as the parliamentary vice Minister said in his speech earlier, focusing on economic growth as such will not in itself eradicate poverty. And deprivation around the world. We need to focus on that quality of growth, growth that's inclusive, growth that's equitable, growth that's sustainable, so that the gains of growth will reach those who have hitherto been excluded or marginalized from the progress of their countries. And I know that Japan pays special attention to the needs of the more vulnerable groups and societies. I also greatly commend the emphasis which Japan is putting on gender equality and women's empowerment in its development assistance. That has included supporting work we do in Afghanistan, in Egypt, in Timor Leste, whether it's on voter education targeted at women, whether it's on training of women police officers, or whether it's on the employment of young women. In conclusion, at UNDP, we congratulate the government and the people of Japan on 60 good years of development cooperation. Japan's solidarity with developing countries continues to be very, very important as we all look forward to a future where poverty can be eradicated and human security can be assured around our world. And at UNDP, we look forward to a continued, very strong partnership with Japan. ヘレン・クラークラ総裁、どううもありがとうございました。えー、ここで、えー、10分程度の休憩時間を取りたいと思います。 従いまして再開は14時5分ということにさせていただきます、えー、それまでの間あのお早めにですね席にお戻りいただきますようお願い申し上げますまたお帰りのお客様におかれましては参加者パスそれと同時通訳レシーバーをスタッフまでご返却いただきますようよろしくお願いいたしますは、えー また、会場広報出口のスペースにおきまして、国際協力60周年に関わる写真、パネル等の展示を行っております、えー。休憩時間等をご利用いただくなどして、ぜひともご覧いただければというふうに思いただきます。